お世話になります、ひとりでございます。今回ですね、イベント大量発生始まりましたんでやっていきたいなと思います。今回のイベント大量発生の対象ポケモンはシャリタツでございまして、それぞれの姿が大量発生で出るという感じでございます。でパルデアでは反った姿、北上では垂れた姿、ブルーベリー学園では伸びた姿が出るということになっております。でさらにですね、今回は色違いがね出やすくなっているイベント大量発生なので、でかつねそれぞれの姿が、まあ、大量発生なんで当然なんですけど、普通にシャリタツとか厳選しようと思ったらいろんなねシャリタツが出てきちゃって厳選しにくいんですけど、大量発生のためそれぞれの姿が分かれててね、色違いも見分けやすくて、よりめっちゃいい厳選環境整ってるんじゃないかなと思います。ただ今回は明石系のやつは特に、つきやすいものはないということなんで、そこだけは注意が必要ですね。ということでそれぞれの姿、今回捕まえていって、まあ、どれくらいの時間で捕まえられるかやっていきたいと思います。私もう普通に大量発生じゃなくシャリタス全部揃えたんですけど、その時めっちゃ時間かかったんでね、まあ、今回すげえ簡単にゲットできるんじゃないかなと思います。まず反った姿からいきましょうか。反った姿がね多分一番見分けづらいと思うんですよ。なんか、このシャリタツいるじゃないですか、これが反った姿で、この背中部分が、醤油かかってるみたいな色なんで、まあ、若干濃くなるっていう感じなんで若干見にくいかなと思うんですが、ここがいいかな。もしかしたらワンチャンこのエリア移動で厳選できるかもしれないですね。いやエリア移動厳しいな、ギリ届かないな。ということでやっていきましょう。はい、こんな感じで出てきますので、背中濃いやつが出たらね、捕まえるという感じで、まずは色違いの確率を上げるために、全部ね、レッツゴーで倒していきます。全部じゃねえわ、さらに少なくなってきた。表示されるまでちょっとやっていきましょう。いやでも見分けにくいな、暗いとこだと。草むらとかぶったりするとちょっと 見にくいかもね、ちっちゃいからね。はい、さらに少なくなってきたが表示されたので、そこから、まあ、10匹ぐらいかな倒していきます。さらに追加で、はい、10匹倒したらばまずはレポートを書いていきますと。それでピクニックして、レシピはアボカドにペッパー、辛苦で、これでデカデカにできるんで、このポケモン、この姿一番見分けにくいのでデカデカつけてやっていきます。ただもちろんデカデカつけなくてもいいし、で遭遇パワーもつけなくていいので大量発生なんでね、そこかなりいい点ですね。輝け2つのデカデカドラゴンでいきます。多分ちょうどこれ草むらにかぶっちゃってるからめっちゃやりにくいと思う正直。まあここはお好みでね、レッツゴーをやるかピクニックで厳選するかはまあおのおの好きにやってくださいよ。まあ私はちょっとピクニックで挑戦して、それダメそうだったらいつもレッツゴーに切り替える作戦でやってますので、まあとりあえずやっていきましょうか。あ、来たんじゃね、もう来たんじゃないか。あ、来たー明らかにわかるね。オッケー、早すぎ出るの早すぎっす。いやシャリタッツさん一番難易度の高いやつで、しかも結構やりにくい場所ですぐ行けたな。オッケー。部位なしね、見ていきましょう。テラスタイプドラゴンでいい色だね。水の波動、水浸し、挑発、置き土産、特攻下がって特防上がる性格の特性、司令塔登場した時に味方にヘイラシがいると口の中に入ってそこから指令を出すやつですね。で証なし。いや次パルデア行きましょう。伸びた姿のやつ、まあ、こいつはまるっきり色変わっちゃうんでめっちゃわかるんですよね。でその色違いが反った姿と似てるんで、普通にシャリタツが出るとこで厳選すると見間違えちゃうんですよね。でも大量発生では黄色とオレンジなので絶対見分けられるんで、そこがいいとこですね。まあたまには水のとこでやってみるか。 OK、 シャリタツ発見。あ、ここもやりやすそうだな、他の余計なやつがいない。 OK、 やっていこう。まず倒してからオスでいくか。ヘイラッシャーの攻略見てくれてありがとう。あれ違う、あれ違う、違うやつか。あれ来た、もう色違い来たもう色違い来た、やば超見分けやすいんだけど
全然集中してなかった時にもう出ちゃった。オッケーゲットだぜ。やばい、早すぎる。というか見分け方がやっぱ大量発生だとめちゃくちゃやりやすいっすね。 V なしで、それで濁流割る匠ミラーコード竜の波動、まあ、こっちレベル63だからちょっと技がいい感じかな。特攻下がって攻撃上がる性格の証なしと。もう9分で、いや8分で2匹出たな色違い。じゃあ北上の里ラスト、一番私この色違いが好きなやつなんですけど、ちょここでいっか。こいつは白くなるんで一瞬で分かると思います。はい、ここでまた倒してやっていきましょう。ポケモン感が逆にな、きたー。はい、終わり、配信終わり、ありがとうございました。はい、来ました。はい、即来ました。30分以内で3匹出ました。もう余裕すぎる。マジかよ、俺の大好きな白シャリタツがやばすぎる。こんな早く出るなんて、俺めっちゃ頑張って3種類揃えたのに4時間4、5時間かかったんじゃなかったっけ、確か出すのに。攻撃ダメかも、 A0 じゃん、やった。はい、それでシャリタツテラスタイプドラゴン、ダクリバラタクミミラーコート竜の波動、補正なしか、特性司令塔の、お証ついてる、なんだろう、時々見る証、定番の証、もはや一応証ついてた。11分だから残り19分で3匹色違い出ました。まあ、残りの分だけやるか。あとなんか、あーまた色違いきた。簡単すぎる、ガチで楽すぎる。今回あの最初のパルデアチオのやつだけちょっとだるいけど、ガチで楽すぎる。マジか、ゲット。また5分で1匹出ましたね。あれ来たーやばすぎる。また来た、やばい、量産できんじゃん。マジで30分で5匹出たよ、やば、やばすぎる。今回普通に色違い大量。いや、さっきも場所間違えてなければこんぐらい手に入ったな。ガチで簡単すぎるんだけど。あー終わった、オッケー。これが1匹出て、証はついてないか。もう1匹出たのはついてるかな、証。おついてる、時々見るよ。あれこれさっきのだっけ。あ2匹ついてるわ、証。やった、証5分の2だ。